若林城は、17世紀前半に、日本の仙台藩領、道の区国宮城郡若林城下町の小泉にあった、日本の城である。西側に隣接する仙台城下町には本城である。仙台城があったが、道城とは別に、官営5年に、伊達政宗のために作られ、官営13年に、彼の死と共に廃された。江戸時代には、若林役園となり、 薬草が栽培された。現在の仙台市若林区古城にあり、堀跡と土塁を残したまま、土塁の上に高い塀を巡らせ、宮城刑務所として用いられている。戦国時代に城と町があった、小泉の地に、官営4年から官営5年にかけて、伊達政宗が城を築き、若林城と名付けた。江戸幕府に対しては、屋敷として届け出たが、 実質は一重の堀と高い土塁を巡らせた城で、体内的には若林城と称した。規模は、東西約420メートル、南北350メートルで、単角式の平城である。土塁の内側の面積は5万5千平方メートル、土塁と堀まで合わせれば12万8千平方メートル。 水を引き入れた堀と土塁を防御線とし、おおよそ東西に長い長方形で、北東、南東、北西の三つの角と、南辺中央に張り出しを持った。西を正面として、土橋で堀を渡り、門に通じた。矢倉もあったようだが、詳細は不明である。若林には、仙台と別に、小木下町が営まれた。完成後、正宗は、 若林城を居城とし、仙台城には、この忠宗が住んだ。ま宗が死ぬと廃止され、建物は仙台城にの丸るに移された。江戸時代には城内に、繁栄の若林市役園があった。明治時代の1878年に、宮城州時間が置かれ、これが、宮城監獄、宮城刑務所を名を変えて、現在に至る。土塁はそのまま。 堀は一部が埋め立てられて狭まったが大部分が残る。1984年から8時にわたる発掘調査が行われ、2004年に若林市場の遺構が確認された。いくつかの祖先建物跡と池の跡、多数の瓦が見つかっている。若林市場の北と東には南小泉遺跡が広がっており、 あとの若林市場が築かれる地区は、同遺跡の一角とみなすことができる。南小泉遺跡には、古墳時代から集落が発達しており、大型の前方後円墳である、東三塚古墳が作られた。あとに、若林市場内になる場所には、若林城内古墳という、小さな円墳が作られた。下って、平安時代には、木内とその周辺に集落があった。 戦国時代には、小泉と呼ばれ、国武士が城を築き、周りに、町ができていた。江戸時代の知事、仙台かの子は、国武森重が小泉に要害を築いて、千代城から移ったという。やはり、江戸時代の仙台領古城書城は、小泉流に二つの古城があったと伝える。それによれば、一つは、東西40軒南北38軒 結城智光の末である結城七郎が城主となり天文年中には国分森氏の居城であった。もう一つは東西五十八県南北三十八県城主は堀江伊勢で国分森重と堀江の子孫である堀江平九郎もいしたという。現代には二つの城は別の時代の同じ城ではないかという説。 古城書上の二条と国武士の城は別とする説もある。つまり、戦国時代に、小泉にあった城の数について、1、2、3の3つの説がある。慶長5年12月24日より、仙台城を築いた、伊達政宗は、慶長年間の終わりに広瀬川対岸の下段の地に、屋敷を作り、そこで日を過ごすことが多くなった。 はじめは一時的な遊興や休息に用いていたが、山城の不便さのせいか、次第に、生活の重心を花壇に移していった。もっと離れたところにさらに壮大な規模で造園した、正宗個人の居所が、若林城である。寛永4年2月23日に、幕府老中、土井敏勝、酒井忠勝、井上正成、長井直政が、伊達正宗に、 仙台屋敷が前を許可したのが、若林城の資料の所見である。それは、絵図を出して、屋敷の不審許可を願った正宗への返事として、心のままに、不審あるべしと許したものであった。一国一条例との関係で屋敷と称したが、体内的には、若林城と言った。ただし、偽装して、屋敷と称したのではなく、幕府は内実を承知していた。 若林城とそれに関連した、不審の大略を記した同年5月27日付の覚書があり、この頃には、不審が始まったと考えられる。城周りには、侍の屋敷と町人が住む町が配置され、若林町奉行が置かれた。家臣には、仙台城下とは別に、若林城下に、屋敷が割り当てられた。工事中、寛永5年5月10日の大雨で、 北の土井が破損したことを知った正宗は、二日に茅屋を敷き詰めて作り直すよう司祭に指示した。十一月十六日に正宗が移り住んで祝った。城下には仙台とは別に家臣の屋敷が設けられ、町人も住み、仙台と別の独立した城下町の定裁を取った。この後正宗は国元にいる間もっぱら若林城に住み、 仙台城には年始など、特別の行事にしか登らなかった。花壇屋敷はほとんど使われなくなった。正宗は死ぬまで隠居しなかったが、仙台城には、この建忠宗が住んで幕府から、すでに大名としての大軍を受けており、政治の実務は忠宗に委ねられる部分が多かった。後世、若林城が正宗の隠居城と呼ばれたゆえんである。 官営13年4月二十日、正宗は病をして、江戸に立つに際して、館の西南に杉を植え、城の周りの堀一重を残してその他は、田畑とせよと命じた。死を予期して言い残したもので、正宗は5月に、江戸で死んだ。同年12月1日に、若林御長蔵が、火事にあって、寮内の県地町などが失われた。火災にあった建物を、 城内のものとするか、城の外の施設とするかは見方が分かれる。松根寺山門号を継いだ、伊達忠宗によって、若林城は廃止され、家臣も若林の屋敷を引き払った。その後の城は若林古城と呼ばれたが、小泉古城、あるいは丹に古城と呼ばれることもあった。木内の建物は仙台城にノマに移された。消華館、虎館、 ご難度、作動部屋、おやり館、上台所、お風呂屋、大台所、古庄館、御用館、魚部屋、お高部屋、三用屋が一区という。第5次発掘調査で見つかった建物のうち二つが二の丸の絵図に描かれた大台所と昇華館に当てはまるのではないかという指摘があり、台所については大きさが絵図のものと一致することが確認されている。また、 家臣の門庭氏が門を廃領して、仙台屋敷に建てたという資料、仙台城下の町人である、仙奥昭衛門の,の屋敷が、若林城の国書院の一区であるとする資料がある。資料を書くが、随宝殿の国書が、若林城の書院の一区、松目寺の三門の一区と言い伝えられている。これらの内現存するのは松目寺の門だけである。定石には、 若林薬園が置かれ、人参などの薬草が栽培された。第5次発掘調査で若林市場の廃絶後に作られた畑のうね跡らしいものが見つかっており、薬草畑の跡ではないかとされる。設置年は不明で、資料に見える最初は遠方8年である。この頃は、全国的に和薬の生産が発展しつつあり、状況元年にはには、 城下の商人北村や県七が役種仲間を代表して江戸で種を買い付け、仙台藩の領海のもとに国部清掃原と小泉村に土地を借りて役園を開いた。教法4年に商人たちは繁栄の若林役園の利用を願い出た。これについては小泉村の役園を若林役園と統一しし、 商人が開いたものを藩が召し上げたとする説もある。結局若林役園は解放されなかったようで、原文3年に藩主の松田平蔵が人参を植え付け、短くとも関園2年までは役園、再園守るとして勤務していた。歴代藩主の中では、伊達隆村が役園に関心を寄せ、3度訪れて人参の様子を見た。後の知事によれば、 官営年間の末に若林五兵像が表通りに石掛屋根で建てられたという。安政二年には古城三倉にもみ病を入れたという資料がある。これは場外の施設であろう。また、びわ首にあった鉄砲薬像が遠方元年の火災をきっかけに若林に移転した。若林炎症像,像では上京4年10月30日に火災があり、 花畑明動した。鉄砲薬1600巻目が焼け、火薬製造中の人足8人が死んだ。二人は死骸も見つからなかった。炎症像についても、五長像と同じく場外の施設ではないかとする説がある。城の土手には縦札があり、土手の王冠と内側への侵入を禁じていた。城下町は一部が仙台に組み入れられた他は田畑になった。 漢方元年5月に仙台藩は江戸幕府に対し仙台城下若林というところにある下屋敷の堀の修理を願い出た。南の堀には水がたたえられ農業用のため池になっているが北の堀が近年崩れたのでやはり用水のために補修したいという内容である。城や要害と異なり修理に幕府の許可を要するものではないが工事が 幕府の不審を招くことを恐れて届け出たものであった。当時その下屋敷には屋敷もり数両人が置かれているだけであった。幕府の許可はすぐに下り、官方3年11月9日に北堀の不審が完了した。完成の前年12月に若林城は小泉村から仙台の飛び地に移された。堀の修理は、 安政3年にも実施され、2000人が不審に当たったという話があった。宮城州時間明治になって定石は、伊達宗貴の所有地になり、一時荒廃したが、開拓によって、桑畑になった。西南戦争後の1878年に5800円で、警視庁が買い上げ、1879年に宮城州時間を設けた。 これが1903年に宮城監獄、1922年に宮城刑務所と解消して21世紀初めの現在に至る。初め、刑務所の周りの土塁には木の柵が巡らされていたが、1886年にレンガ塀に変わった。この塀が宮城県沖地震で被害を受けたため、コンクリート塀に変わった。 この時土類の上面が削られ、前より低くなった。1984年から仙台市教育委員会が8回にわたる発掘調査を実施した。第1次、第2次の発掘区域では、江戸時代の地層が後の時代に拡乱されており、古墳時代や平安時代の遺構しか見つからなかった。そこで他の部分についても、 城の遺構は終時間以来の建築で壊され、その下にある古代の集落跡しか残っていないと考えられた。ところが2004年の第4次調査で予想に反して若林市場時代の礎石建物が見つかった。続く第5次調査ではさらに重要な大きな建物を発見したことから今後の調査で若林市場の実像を考古学から 明らかにする可能性が明けた。広瀬川下岩方の低地の自然堤防上にある。周辺に山や丘はなく、城の位置も高所ではない。自然の溶害は存在しない地形である。廃止後、江戸時代に描かれた複数の図によれば、堀、土類の位置は現在とほとんど変わらない。全体的には東西にやや長い長方形で、北西、南西、 南、北東の4カ所に張り出しを持つ。図にはなぜか南西の張り出しを書くものが多いが、その理由はわからない。張り出しを書く南東角には、矢倉があったという伝えがある。入り口は西、北、東の3カ所で仙台城と欧州街道に向いた西が大手とされる。向きは南北線が東に約10度か11度傾く。堀には、 六号堀を通じて広瀬川の水を引き込んだ。堀まで合わせた規模は南北350メートル、東西420メートルある。土塁の内部は南北200メートル、東西250メートルほどある。2008年現在も堀と土塁が明瞭に残るが、北と西の堀は一部埋め立てられて狭くなった。残存部の幅は南側で25メートル。 土塁はやはり南側で規定幅25メートル、高さ5メートル。土塁は、刑務所のコンクリート塀を建てるときに上を削られたので、もう少し高かったはずである。第三次発掘調査で判明した北側の堀の幅も25メートルであった。家臣の建達上実が書いた、正宗記によれば、堀の幅30件、土塁の高さ2畳余りで、堀の幅が異なる。 西の入り口には左に進路を曲げる鍵型の土塁があり、その高さは2メートルある。江戸時代の図から北、西、東それぞれの入り口に同様の土塁があったことが知られる。石垣があまり普及しなかった東北地方の金星型の城としては立派な規模である。内部の建物はこれまでの発掘調査によって部分的に判明している箇所もあるが、 未だ全体的な配置を描けるほどではない。工事資料から山座となるものが石垣で築かれ、これに的場がつき、南の丸に水が引かれたことなどが知られる。後の話では、南東隅に矢倉北には月山があったという。江戸時代の図に、城の南に池の跡のような輪郭線が書かれたものがあり、2006年の 第六次調査でそれを裏付けるような地面の落ち込みが見つかった。絵図によれば、廃城後には、西から水路が引き込まれ、城内で一旦北側に折れてから東に向き直り、城の内部を東西に横断していた。伊達政宗が朝鮮から持ち帰ったと伝えられる梅が、木内の東寄りに現存する。画料灰とも朝鮮灰ともいう。国の天然記念物である。 若林の城下町は地図上では仙台の城下町が南東に張り出した拡張地のように見える。仙台と若林は城下町を接するが、どちらも伊達政宗が作った町なのに町割りの基軸線がずれている。その線は少し離れた洋酒園遺跡で発見された15世紀末以降の建物、溝跡の傾きと一致するので、 戦国時代の町割、り道路を踏襲したものではないかとされている。若林城と同じ軸線を持つ道は、北は、連合工事、西は、荒町、南西は、南材木町、河原町、南東は、若林城南東方、東は、円見塚古墳の西、北東は、中倉付近まで確認できる。しかしその全域が開発されたのではなく、 部分的に北限が七強堀付近になる可能性が指摘されている。城の北300メートルほどの位置に若林城のでクルアがあったと伝えられている。城郭的施設はなかったようだが、ま、宗の時代に何かの施設が置かれたらしい。廃城後、家臣の屋敷地になったが、後に小泉屋敷という藩主の別荘地が置かれた。若林には西クもあり、 ここで正宗は、幕府役人を接待した。家臣と、脳や茶会を楽しんだ。これについては、場所も不明で、現存の土塁、堀の線だけで割り切れない構造があったようにも、思われる。若林城の南方を流れる広瀬川には、長町橋の隣にもう一つ城に通じる、大橋が架けられた。若林城が廃止された時に、城下の一部は、 仙台に組み込まれたが、大部分は、水田と畑になり、20世紀に、市街地に変わった。発掘された河原若林城では、仙台市教育委員会が中心になって1984年から2007年現在までに8時に、渡る調査が実施された。1984年の第一次調査は、私屈調査で353平方メートル。 本調査で45平方メートルを対象として、城内東側を調べた。中世から、近世初期と思われる建物跡が見つかったが、異物は錆びた釘台の鉄製品一つだけであった。1985年の第二次調査は、仙台市と宮城県の教育委員会の合同による、もので、1423平方メートルを対象にした。 平安時代の縦穴住居を複数と小さな塩粉の修行を見つけた。発掘された遺物の中に若林城と重なりそうな時代の瓦と焼き物の破片があったが、近世の遺跡は確認できなかった。第3次調査は、城の北の道路の拡幅に伴うもので、調査面積370平方メートルで1999年に実施された。 この発掘で、若林城の北西張り出しの堀の北辺と北東端が確定した。堀跡の江戸時代の層からは多数の木製品が見つかった。数が多いものには、下駄19点、円盤状木製品6点、桶か樽の側板14点、先竹、端材、ギ板などがある。板の中には、須賀神社とある寄付だと、大宮爪像などと書かれた板があった。 また、傘のろくろ、汁弱子、刃物の柄、と石が、それぞれ一点見つかった。堀の一部が1950年、1951年の、刑務所の工事で埋め立てられた時の廃棄物も出土した。また、平安時代のものと思われる溝二つと穴一つが、見つかり、縄文土器、はじき、水器、瓦が出土した。第四次調査は、 刑務所の建物の建て替えに伴うもので、2004年に仙台市から業務委託を受けた株式会社パスコが実施した。木打の合わせて平方メートルが対象になった。それまでの調査結果から調査担当者は若林市場の移行はすでに破壊されている。可能性が高いと予測していたが、古墳時代、平安時代の遺跡の発見が期待できた。 死屈の後に2箇所で本調査を行うと、そのうち一方から、正宗時代のものと思われる祖先建物跡が見つかった。遺構の広がりが期待できたため、次年度に本格的な調査を行うことを決めて、途中終了した。一連の祖先跡に祖先はなく、中には霊気が残っていた。土壕、ピットが多数見つかった。最も多い遺物は河原で、 他に、はじき、はせしつどき、鉄製品が見つかった。第五次調査は2005年に、仙台市教育委員会の監督のもと、株式会社パスコが実施した。木内の矢や西寄りを調べ、4つの礎石建物、石布、平石組水路の跡を発見した。うち2つは調査区の外まで伸びる大きな建物で、二の丸に移築された、大台所。 消化の間に当たるのではないかと考えられている。前回同様、礎石跡はすべて、跡だけで、礎石そのものは取り去られ、小ぶりの根固め石が穴の底に集まっていた。建物の周りに雨水を流すための溝が巡り、その直上に屋根のの木があったと推定される。また、石組みの水路跡も見つかった。さらに、 城の遺構を壊す形で作られた畑のおねあとらしきものも見られた。遺物としては瓦が多数見つかった。陶磁器も発見されたが、数は比較的少なかった。第6次調査と第7次調査は2006年に実施された。第6次調査は、木内の南東部に南北に細長い区域を2本、合わせて450平方メートル設定して掘った。 西側の調査区で大きな池の東の縁と思われる地面の傾斜跡を発見した。その東の調査区では第5次調査で見つかったのと作りが似た石組水路が見つかった。他に平安時代か古墳時代の縦穴住居を3つ発見した。江戸時代の畑跡の他にさらに古い時代の畑跡もあった。遺物としては瓦が多く、陶磁器は5点見つかった。 第7次調査では、第4次調査の宿粒に隣接する175平方メートルを調べた。若林城の遺構としては、渡り、廊下の可能性がある細長い礎石建物跡、石で組まれた小さな池らしきものが掘り出された。遺物としては、瓦が多く、派生室土器、陶磁器も見つかった。第8次調査では、第5次調査で見つかった1号建物の反対側の、 橋が押さえられ、江図にある二の丸の台所に合致することが確かめられた。また、建物二つと雨落ち溝を兼ねた水路が見つかった。ありがとうございます。